ドンラゴンは、テレビ東京系で1993年10月5日から1994年3月8日まで、毎週火曜日夜6時30分7時まで放送していた、サンリオの子供向け番組、大好き。ハローキティ内で放送されていた、アニメ、およびその作品の中に出てくる、主人公の名前。正式名称はちょうど旧怪獣ドンラゴン。 キャラクターデザインは当時サンリオに所属し、現在はフリーで活躍している井上、久人が担当した。ドンラゴンは、サンリオが制作したキャラクターではあるが、上記番組の放送終了に伴い使用されなくなり、現在のところ、サンリオの公式ホームページには、ドンラゴンのキャラクター紹介のページが掲載されていない。なお、ドンラゴンのグッズには、サンリオの著作権表示がある。また、 キティレコードより1994年3月18日発売されたシングル CD 僕だよドンラゴンみんなに一番にもサンリオの著作権表示およびサンリオキャラクターの表記があるどこかの宇宙にあるサッカースタジアムドンラゴランドのプリンスのドンラゴンは怪獣のサッカー選手であるドンラゴンがサッカーの試合をしているとファウルもしていないのにいきなり レッドカードを出されて、押し置き怪獣軍団にいじめられている。実は、押し置き怪獣軍団は、ドンラゴンをやっつけて、サッカースタジアムを占領しようという、とんでもない作戦を考えているのだ。しかしドンラゴンは、マドンナちゃんにキスを受けると100万馬力の力を出して、押し置き怪獣をやっつけることができる。ドンラゴンは、サッカースタジアムを守ることができるのだろうか。僕だよドンラゴン。 ありがとうございます。